ちょっと一旦新しくなってから。はい。ノープラン、うん、何も考えてない。よろしくお願いします。曲だけ。1分ぐらいですね。ツイキャスは先に開始させていただきました。あの2人にも声かけたいな。あの2人と LINE 繋がってます？繋がってます。あとでちょっとお願いしていいですか？はい。広報していただきたいことがあるんで。わかりました。あ、LINE も繋がってますか？はい、繋がってます。いや、はいはい。先週より顔楽になってますね。そうですね、もうやることある程度終わらしたので。いいなぁ、僕が今週キャンさんの顔ですマジでおえって、まあ、ちょっと残ってるんですけど、マジですか？それも多分今週中には終えられるから。やっぱ人間順繰りというのは巡り巡ってくるんですよね。そうですね。今回自分はちょっと自分が巻いた食べなんですけど、はい、では20秒前ですね。よいしょ。よろしくお願いします。お願いします。わ、痩せたな。ではオープニングからいきます、はい、ボリュームですか？につながってるはずのドレッカーなんですけど、 OK です。ここにします。はい、時刻は夜7時を回りました。僕と写真とカメラマンとのお時間です。 MC はイッコです。お願いします。この番組はライオンの子保育園教育グループの提供で、この後7時56分まで放送します。そして FM ギノワンの素敵なスタジオから皆様に元気を届けてまいりますので、最後までお付き合いくださいませ。僕は青森県出身で沖縄へ移住して17年目になるカメラマンです17年目になるカメラマンですけれども、いろいろ出会ってきた方々にね、遊びに来ていただいて、写真のこと、仕事のこと、まあ、その他いろいろもろもろね、お話しさせていただいて、お聞きさせていただいてやっている番組でございます。ぜひぜひ皆さんいっぱい遊びに来てください。この放送はツイキャスト、 YouTube ライブでも楽しみいただけております。 FM ギノワのホームページから見ることができますので、お気軽にご参加お待ちしております。あ、訂正です。 YouTube ライブでは今やってませんね。今ツイキャスだけですかね。でございます。工事中なんでね。で、サイマル放送行ってます。スマホで聞く場合はアプリのリスラジか、マイチューナーラジオをダウンロードしてお願いいたしますね。ラジオ聞いてください。お願いします。ということで、あ、来たかな、こんばんは。あ、高坊さんこんばんは。すみません。ゲストは僕です。そう、先週に引き続き。今ね、2月はね、絶賛 FM 議論案、工事、マンスリー。あ、ウィークリー。あ、何マンスリー。マンスリーですね。はい。工事中なんでね、ちょっとお話は僕だけさせていただきます。いいんですよ。全然いらっしゃってもいいんですけど、この距離感だとね、すごく僕、ちょっと僕が緊張してしまうんでね、ちょっと今回は、僕と僕の目の前約、そうですね、1.5 メーター先にいるですね、キャン&イコー。はい、キャン&イコーでこう、お送りしてますんで、お願いします。お願いいたします。キャンさん。はい。お願いします。お願いします。いや、ノープラン、ノープラン。全然ノープランですよ。行きましょう。行きましょう。ノープランって言ったら、シンプルプランとか書きたくなりますね。どういうことですか？と書けまして、その心は。シンプルプランっていう、はい、バンドがいるので、ちょうどグリーンデーとか近い感じの。あ、そうなんですか。すいません。全く無知ですね。僕最近思ったんですよ。そう、はい、無知で思ったんですけど、この年で無知ってやばいっすね。いやー、そんなことはないんじゃない？やばいっす。いや、なんか僕のカメラマン今移住して17年目で、カメラマンとしてじゃあ何年やったかって20年まだやってないんですよ。で、僕46になるんですけど、はい、前半サラリーマンやってて、そっからのこのカメラマンなんですけど、そういう意味でもカメラマン歴としても意外とそんな長くないし、で、社会経験としては2個ですね。サラリーマンやってこれやってたから、
趣味って聞かれると、僕結構ね、前半生、僕の生まれてから、はい、お酒が飲める年からと仮定して、はい、まあ、お酒飲み歩いてたような人生がほぼ占めてるんで。そうなんですね。そう。だからね、じゃ趣味なんですかって言われたら、もう長らく趣味っていう趣味がなくて、今だからシンプルプラン、ノープランとかけてシンプランってこう出来上がったような感じですけど、はい、何言ってんだろう、この人。この人何言ってんだろうって思ってるんですよ、はい。で、言われて、あ、そうなんだ。何言ってんのはこっちじゃんっていう話なんですよね。いや、まあ、僕はやっぱ DJ やってるんで、いろんな曲がバーって浮かんで。曲のね、はい、そこの下地いいっすね。高坊さんはね、やっぱこういうのうまいっすわ、はい。ノープランとかけまして、修士の上と解く。その心はどちらも白紙になるでしょう。ごめんなさい、修士って、この白紙って書いてあるのが白紙の上と解くか。解くと白紙になるでしょう。うまいなぁ。ね、今噛まなかったらもっとうまく伝わってたと思うけど。いや、僕漢字得意だけど、ね、ごめんなさい。老眼のせいかな。見えなかったの。白紙となるでしょう。さすが、高坊さん、お上手でございます。こういうのもね、言いたいですよね。はい、僕、白色ある方、白学な方、こうやって言葉遊びもできるわけじゃないですか。はい。いや、いいな。これがもう羨ましいですもんね。なんかでもよく、言葉のボキャブラリー増やすために、小説読むといいよって言うじゃないですか。はい、ああ、言いますよね。意外とでも、うん、僕、本大嫌いな人間なんですよ。あ、そうなんですか？はい。でも、20代から始めてることがあって、はい、とにかく乱読するっていう。乱読？はい。乱れ読み？はい。もう、何でもかんでもニュースとかで、はい、ジャンル問わずに何でもかんでも全部読むっていうの、うん、とりあえずバーって流し読みするんですけど、はい、それで読めるようになった感じめちゃくちゃ増えました。あ、それもありですよね。書くのはまあ未だに苦手なんですけど、うんうんうん、読むことに関してはある程度のこのなんか出てきたもの読めるようになったんで。興味あることでも何でもいいからバー目についたもん乱読して、はい、規則正しくやる必要ないですもんね、そこはね。そうですね。気になったら。ところ、シュプリームさんこんばんは。もう最悪です。何どうしたどうした、うん、雪山生活中は、ごめんね、今日メガネないから。雪山生活中は寮で暮らしているのですが、コロナが多発して宴会や車で複数人の外出が制限され、インターン女子をモデルに東京で東京で神津桜かな、神津桜撮影をする予定だったのにって書いてる。残念。残念ってこと？残念なのかな。なんか僕内心しめしめって思ってますけど、よっしゃうまくいかなかったことに対してよっしゃって思ってますけど。あ、河津か、ごめんなさい、河津桜だ。ああ、河津だった、構図じゃなかったです。河津桜。これ、早咲きの桜っすよね。ごめんなさい、言い訳するわけじゃないですけど、僕見に行ったことあるんですよ。静岡の方に。河津桜をね。そっかそっか。河津桜を撮影する予定ってね。残念でした。ちゃんちゃんってね。終わらないでしょ、だって。また次のこと考えるでしょ、どうせ。どうせっつって。ね。そうです。ピンクです。ピンクが濃いんですよね。あ、そうなんだ。ピンクか。沖縄はあれ何色って言うんだろう。沖縄の桜祭りは1月でもう終わったんですけど、今もちょっともうもうもうほとんど散ってますけど、沖縄の赤っぽいっていうのかな。なんちゅうんですか、表現としては。まあ、梅ってよく皆さん言いますよね。梅、はい、赤っぽい。梅の花に近いっていうので、濃ゆいピンクですよね。そうですね。赤ではないですよね。はい、限りなくピンクなんですけど、めちゃくちゃ赤いピンクみたいな。濃い。そうですか。だからそうです。桜、僕は弘前市というとこ出身で、皆さん知ってます？弘前市ね。東北の三大桜祭りの一つなのかな。うん。そこの生まれなんですけど、桜見て育ってきてるから、なんかその桜にすごい馴染み深いではあるんですよ。で、桜と聞くとね、やっぱりこう見に行きたくなっちゃうんですけど、高坊さん何言ってんの？違うピンク想像しないでねって、ピンクなんかいろんなピンクあるから、ね、想像してもいいでしょ？はい。ね。もう様々なピンクありますから、ね。いろんなピンクありますから、本当に。はい、いろんなピンクがね、はい。僕もめちゃくちゃいろんなピンクの服持ってるんで。あ、服ね。はい。ああね。いや、何の話してるんですか。まあまあ、そういう話してもいい時間ではありますけどね。だから本当ね、その無知から始まったんですけど、この、今の河津桜っていうのも、例えば知ってても忘れたりするじゃないですか。はい、で、さっき乱読して覚えていくっていうじゃないですか。はい、でもこういうのって、一回覚えた後に、またここに触れていかないと忘れることってたくさんあるでしょ。ありますね、やっぱり。絶対。はい。で、僕この8年間、僕8年間サラリーマンやってたんですけど、はい、何やってたかっていうと、資格で言うと、いろんな資格持ってる人意外と、はい、冷凍機械、冷凍機械責任者だったかな。あとは電気工事士、あとボイラー技師、危険物とか、消防のなんとかとかいろいろ持ってて、7つか8つぐらい持ってるんですよ。ただ、更新してないんでなくなったと思うんですけど、
と聞くとですよ、この人工業できんじゃんと思うんじゃないですか。はい、でも、この間、で言っても2年ぐらい経つんですけど、コンセントのちょっと差し込みがおかしくなって、はい、あ、これもうダメだと。その、光がつかなくなったんですよ。で、こう、玉変えても変えられなくて、つかなくて、あ、オッケーオッケー、断線ね。はいはい、断線来たと。よし、じゃあ僕、電気工事持ってるから、やるか久しぶりのと思って、ブツンって切ったんですよ。その瞬間、バーンって感電して、指もげたかと思いましたね。指に、いや、僕も初めて感電したんですけど、あ、なんだ、電気の火傷、はい、めっちゃこのなんかね、線香花火みたいな傷がバーン残って、はい、ってなって、まあ皆さんわかると思うんですけど、コンセント差し込んだまま僕切ってんすよ、コード。いや、笑い事ですよ。いやー、ダメね。あんた本当持ってんのって。電気工事士の免許。僕免許持ってないですけど、はい、コンセントの交換何回かしたことしたことありますよね、はい。いや、抜くのは当然ですよね。抜かなくてもブレーカー落とすじゃないですか。はい、いや僕何を思ったかそのまま差し切ってましたからね。家のやつ工事するのもったいないんで、うん、あのもう自分でね、ブレーカー落として自分で外して、これね、根元切って。これも忘れちゃったけど、ちゃんと言う話したら家庭用のその電気のなんかそういうのに関わるやつって、電気工事士2種っていうのはなんか必要なんですよ。どこまでの範囲がそれ必要かちょっと忘れちゃったんですけど、はい、そうそう。本当はダメなんですよ。それ多分ね。でやってね。だけどその時うまい具合にブレーカーが落ちてくれたんで、はい、まあブレーカー落とす手間は省けたんですけど、まあ代償に大きな傷を負ってね。まあ、二度と触るもんかと思いましたよね。あれ怖いんですよね。ね。やっぱほら、みんな言ってる反復継続するしかないですよねって。そうですよね、うん。確かにね。針金捨ててさ握ってコンセント穴に入れてみましょうって。ごめんなさい。それ、僕でもわかるかな。でもやってみる一回やってみっか。爆発するでしょうね。てかね、多分ね、手離れなくなると思う。はい、僕今思い出したけど、そういえばその、サラリーマン時代もやっぱいろんな経験あって、工業系なんですけど、はい、先輩がある機械を触りに行くっつって、点検しに行くっつって、僕もくっついていったんですよ。で、それ地下に機械があって、で、それも、この2年前の僕と一緒、ブレーカー落とせばいいのに、ブレーカー落とさないで、先輩がその機械ちょっと触るわって触った瞬間、目の前でビリビリビリとかっつって動かなくなっちゃって、その先輩日頃からおどけてる人だったから、はい、またこんなことって笑わせようかなと思ったら、うどどどど、助け、助け、ブラブラブラってなってて、で、僕、初めて分かって、あ、ブレーカーだと思って、バーンって近く落としたら、その人、バタって倒れて、尻餅ついて、うわ、危なかった、感電したわって言ってて、でも、ジャック電、そんな強い電気じゃないんですよ。100ボルト系だったかな、のやつだったんで、で、アンペアも低かったから、よかったんですけど、あれが、アンペア高いやつは多分、即死ですよ、多分。そうですね。初めて目の前で感電して、離れないんですね、感電すると。金属製のやつで、はい、まあ躯体っていうか大元はプラスチックのやつにそれにちょっとこう、なんか金属が巻いてあった機械になったんですけど、いやー入社してすぐだったんですけど18ちょっとぐらいの時びっくりしましたね。僕も小学生の時に、うん、もう本当1年生とかすごい幼い時だったんですけど、うん、玄関の、はい、なんかライト、うん、ちょっと廊下の電気つけるところの近くにコンセントあるんですよ、うん、でその時うちのおばあちゃんが、うん水槽をやってて、うん、いろいろこの水槽のこの洗浄機とか、うん、コンセントつないでるんですよ。雨差しされてて。雨差し？いやいやいや、いろいろあります。甘口、甘紙、雨差し、雨差しダメ。めっちゃはみ出してるんですよ。雨差しはダメよ。小学生なんで見えないんで、電気つけようって手探りで、コンセントこのスイッチ探さないといけないんで。何この映画の感じ？危ない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 。触っちゃって。あら。ビリビリビリってやっぱなっちゃう。やっちゃった。うん、やっぱ離れないですね、あれ。あ、やっぱ離れないでしょ、はい、はい。そうそう、離れないのよ、あれ。でも、ま、やっぱり高いところでやったと、うん、この、体の方が重いので、重いので、うん、やっぱこれで外せたんで。自重で落ちた、はい、危なかったっすよ、これ。めっちゃいい。もうその時怖かった。うん、怖いっすね。はい、もう右まで、この肩ぐらいまで電気来てるの。ビリビリビリってね、はい。怖いっすよね。経験者だ。はい。超怖かったです。そうなるんですよ。だからね、ここに命の危険がね、まざまざと多分ね、感じたと思うんですけどね。いや、こういうのもありました。工業の時、仕事してる時にね。まあ、思い出すとそんないろいろあるけど、だから、無知でね、そこで勉強して、さっき高子さんも書いてくれてますけど、うん、無知は、まあ、しょうがないですよ。無知で勉強する、そこまで。だそしたらまた反復してやっていかないと、はい、大怪我、ね、
まあ身体的な怪我もあるでしょうけど、人間関係の怪我とかね、もう取り返しの使い、腹水ボンに返す。僕好きなんですけど、腹水ボンに返さす。ボンに返さすね。一回行っちゃったりとかするとダメだよ。もう戻んないよと。大事なんですね。僕おしゃべりだから一応気をつけてそういうことを話してるつもりなんですけど、まあまあまあ気をつけて。僕が、この DJ とか覚えるときにやったことなんですけど、うん、めちゃくちゃ集中してやり込んでるときって、うん、どっか行き詰まるとこあるじゃないですか。で、これが嫌で、わーって投げ出したくなるときあるんですけど、うん、いっそのことやっぱりそのちょっと手前ぐらいで投げ出して、うん、ちょっと時間空けて、もう一回やり出したら急にできるようになったりとかします。うん、これ何でですかね？これ何なんですかね？でも経験は、あるかな？ある、僕もあるかな？で、そしてある人がいるんじゃないか、そういう経験。あれなんでなんですかね？みんなどう思います？キャンさんどう思います？いやー、やっぱりやり込んでるから情報入ってるはずなんですよ。うんうん、でもそれうまくアウトプットできないよっていうか、うん、この脳の回路がまだそこに繋がりかけてるんだけど、うんうん、その繋がるための余裕がないんだと思うんですよ。うんうん、だから、間開けて他のことやってるうちにそこがパキッてはまって、うん、で、もう一回やり直して、あれ？こういうことじゃんってわかるようになるんじゃないですかね。そっか。はい。それをこう、うまくいかないことによって、はい、ストレスも溜まってくるし、はい、一回ちょっとこの加熱したものを冷却してもう一回やり直す的な。そうです、そうです。そういうのもあったら、意外とすんなりすくこう、切り替わりがうまくいったりとか、はい、あるかもしれないですね。だから僕、いろんな趣味いっぱいやってるんですけど、うんうん、それが いろんな形で繋がってるの、そういうところがあります、ね。やっぱりなんかここで行き詰まったらこっちに集中しよう、うん。で、こっちが行き詰まったら今度こっちに集中しようみたいな。いいですね。はい、こういうのって、この、大きく言った人生の生き方みたいな、人生の生き方はそのままですけど、やり方だと思うんですけど、それが自分にどれぐらい合うかは別としても、はい、やってみてもいいっすよね。あの人がうまくいった方法を、まず試してみて、はい、そうですね、どこまで自分に合うか合わないかっていうのをね、はい、試してみるべきですよね。だから僕、音楽、今作曲とかも勉強してたんですけど、うん、はい、行き詰まったんで一回離れてるんですよ。あは今年もう一回ちょっとそこをまたやっていきたいなと思って。これは大事っすよね、はい。別にそれやめてもいいですもんね。またやればね。はい。うん、まあ、ゆくゆく作れれば、僕はそれで満足なので、うんうんうん、そこに至るために、ちょっと時間はかかるけども、うん、その一回休むとか、また戻るとかっていうのをずっと繰り返してるうちに、多分できるようになるだろうなって思います。人生の今話してて、ちょっと思ったんですけど、先週のことを思い出して、キャンさん、顔出やすいっすね、いろんなこと。あ、そうですか。だから先週ほら、ちょっと話してて、さっきも話したけど、はい、めちゃくちゃ先週結構いっぱいいっぱいだったでしょ、はい、顔にも出てらっしゃって、パッと今日、はい、はい、よろしくお願いしますって来て、はい、あれちょっと違うぞと、はい。で、今話の内容を聞いても、ちょっと違うし、はい、今まさにそれ実践したばっかり、もしかして。一回ちょっと離れて、ね、もう一回トライしてみて。はい、まあ、ある程度この仕組みが全部今頭に入った状態なので余裕がやっとできた、うんうん、もう先週まではもう毎日あこれじゃないああじゃないああって普段と違う、うん、勝手の違う環境でお仕事してたんで、うん、やっぱりちょっと普段以上にだいぶ脳みそ使ってたと思うんですよ、うんうんうん、でそこでどうやってスケジューリングしてちゃんと用意しようとかいろいろどういう連絡しようとかっていうのも全部考えながらラジオで話もして音頭も操作してって状態だったんで、うん、まあ結構パンクしてました。なりますよね、はい、やっぱこの人間のキャパって決まってるでしょうし、みんな、はい、その人がやれるだけやったんでしょうね、きっとね、その証拠なんですよね。で休むっていうのも絶対必要だし、はい、で今があって、はい、一連の動きをちょっと見せていただいた感じしますよね。ありがとうございます。あ、こうなるんだって。今僕一周置いて、僕がちょっと先週のキャンさん状態なんですよ今、はい、やべえな、いろんなことあるなと思って。なんかちょっとゆっくり数時間でもいいので、うん、お時間作ってね、ちょっとだけ整理した方がいいかもしれないです、ね、本当っすね。ちょっと今日星でも見ようかな。僕は今日来るときにやっと車の、バッテリーも交換できたんで、ちょっとしばらく大丈夫だと思って。僕あんまり歌とかそういうの歌うタイプじゃないですけど、ちょっと星見て歌でも歌おうかな。ふーんって顔しないでください。いやいや、あ、そうみたいな。いやいやいや、最高じゃないですか。いや、いろんなことね、だからいつもしないことを歌わないんだけど、はい、歌ってみたいなっていうのは、多分無意識のやっぱりその体の、はい、逃げというか、これしてスッキリしたいっていう 無意識の本能なんでしょうね、きっとね。いや、自分で言いながらそんな気がしたな、今。高本さん、シュプリームさんの写真部屋さんのいたずらとかけて、お、またかけてきたな。シュプリームさんの写真部屋さんのいたずらとかけて、柏崎、刈谷原発の再稼働と解く、なんかちょっと怖いぞ。その心はどちらも感電。
がせずにはいられませんってことでですね。これはまたなんかすごいなんか政治的なというかね、なんかその真っ当なお話というかされてきましたね。どう思いますか？いや、うまいですけど、うまいですけど。もうキャンサーもね、別なことし始めてます。高坊さん何？そういう人？っていうか、うまいっすよね。こういうなんとかかけてとね。いつもかけて、かけまくってますよね。いろんなところにね。なんか、あんまりこれ以上言うと変な話になりそうだけど、いろいろかけてますよね。いや、うまいなと思って毎回。ね。こういう発想。ほら、シュプリー様なんか、拍手、はみ出るぐらい拍手してるもん。違いますよ、素人ですよって。またそんなこと言って。そんなこと、すごいですね、そういう発想。僕もダジャレとか大好きなの。来たよ。一人、なんか負けないよってやつ来ましたよ。いやいや、負けないよじゃなくて、はい、高尾さんのことを師匠と思って。あ、師匠と弟子の関係、はいはい、心の師匠。心の師匠。あ、じゃあ、初めて今告白したわけですね。はい、僕の師匠です、はいはい。シュプリームさんは写真の師匠。はいはいはい。で、高尾さんはダジャレの師匠。ダジャレの師匠。はい、で、僕はが出てこなきゃダメ。そうですね。あの、写真を先に使っちゃったんで、どうしよう。そんなそんな何をおっしゃる高本さんがおっしゃってますけどね。いや、こうやってね、謙遜されてる後にも、やっぱり師匠たる人格者ではないかなと思います、ね。はい。ここで一曲ちょっと僕の、今日もう僕ウィークなんでね、僕の日なんでね。まあいいですよ。皆さんなんかかけたい曲なんか言ってください。ちょっと僕じゃあ一発乗っけ、戦闘機って返してください。東京スカパラダイスオーケストラで、プライドオブライオン。っていう曲ありましたよね。はい。すいません。ちょっとかけたい曲はちょっと難しいです。じゃあもうここで来たら僕が一つ歌って終わり。もう今月はごめんなさいってやってます。ああ、すいません。ちょっとデバイスが足りなくて。ああ。かけてる途中に探せないんです。これ大変ですよね。いや、そしてはっきりおっしゃっていただけるとね。はい、コンセントに刺す人はいないかとってね。出所しがある。あ、コンセントに刺す人はいないかと。あ、これ、あ、かかってないや、何も。あ、そんなやついないってただ否定されてるだけか。あの、コンセントってプラグの方のことコンセントって言うってことですかね。ほん。ということは？だからこれ、弟子として何か。刺す方が、刺す、小ネリに刺す人いない、うん。あー、そういうこと、はい、コンセントは受け身だよって。はい、プラグが刺す方だよって。はい、まあいいじゃないですか。だから本当にあんた電気工事士持ってんのって話になりますけどね。まあでも取ったもん勝ちですよ。まあこれ仕事してまずいですよね、この状況でね。まあ誰も発注してこないと思うけど。うん。お、何よ、どんどんかけてくるよね。この世は、我が世とぞ、あ、もう一回言っていい？この世は、我が世とぞ思う、望月の、かけたる曲もなしと思えば。なんだろう、バッサリ切っちゃいたいですね。僕今腰に刀あったら。なんかもう自制の句みたいになってるよ、それ。なんかかっこよすぎて。最後に読むことになってる。そういう人なんだろうね、高坊さん。ちょっとどっかで会ってみたいな、高坊さん。どういう侍なんだろう、高坊さんっていう。こう侍像を勝手に想像してる。なんか。高坊さん。あ、ごめんなさい。藤原道長の歌なんですって。まさに侍。いやいや、無知です。ここで無知が出ましたよ。でも、無知を自分で自覚することって大事じゃないですか。ね、無知の知とかよく言うじゃないですか。どういうこと？僕は無知だって思ってる人が一番の賢者だっていう。へぇ、すっげえ怖い言葉ですね、それね。でも、学者さんって大体謙遜するんですよ。あ、謙遜が先にあったらいいけど、それ先に聞いちゃうと、この人怖ってちょっと今思いましたね。あ、そうなんですか？知らないことをなんか武器に何でもやっちゃおうと思ってたりかなってちょっと今思っちゃった。じゃなくて、物事知れば知るほど、うん、知らないことがどんどん増えていくので、はあはあはあ、私は無知です、知らないですっていう人こそ、賢者。そっかそっかそっか、探求してもたどり着くもんじゃないですもんね。中途半端に知ってしまうと、俺これ知ってるよっていうふうに言っちゃいがちです。今のですよ、その言葉においても僕が今答えた言葉って、やっぱりこの、あ、そこが知れますよね。そこに、この育ちというか、その言葉のその真意を読み取れないですもん。難しい。いやでも、これは知ったの僕も社会人になって、あ、そういう生き方したいなって思ったんで。いやでも憧れますね、そういうのね。そうあるべきですよね。いつまでも吸収する土台がありますよっていう、相手に伝えるのも大事かな、うん。これね、でもこんなこと言っちゃうとちょっと弱気かもしれないけど、年っていうのもね、取ってきますからね。はい、だんだん。それでも、この間なんかSIMでやってましたけど、宅建、はい、宅建を、ごめんなさい、忘れちゃったけど、60代か70代ぐらい取られた方いらっしゃって、年、なんかこう召されて、年がもう行っても取れますよみたいなこと書いてあったんですよ。いや、すごいなと思って。うん、
やっぱりこの探求する心、興味、素晴らしい。高坊さん帰ってきた。少し変えました。無知、ビシ。それはまあまあまんまでしょうね。高坊さんのね、無知。でも、僕、一個だけ無知っていう武器に興味があることあるんですけど。いやいやいや、やめてもらいます。この場で言わない方がいいと思いますよ。大丈夫ですか？いやいや、危ない危ない危ない。人間が使える武器で唯一音速超えれる武器です。あ、そうなんですか？はい。この拳銃とか抜きにしてるんですけど。うん、うん、うん。あの、無知のこの振動あるじゃないですか。で、あれで、パッて切れる跡があるじゃないですか。スパッ。あ、ごめんなさい。そこまで詳しくない。そこまでも詳しくない。なんか戦闘用のちゃんとした、あの、無知っていうのは、うんうん、あの先っちょのこのスッてかすっただけで切れるんですけど、うん、あれって衝撃波で切れるらしいんです。衝撃波で、はい、当たってないのに。当たってないです。あのこの動いてる時に一瞬音速超えるので、そこに衝撃波が発生してそれで切れるらしい。それじゃあ僕の世代だと北斗の拳なんかでムチ使ってるやつがいて、はい、ケンシロウがピシ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 ってやられてんのは、はい、あれはもう音速で切られてて当たってないんです、ね。そうですそうです。間合い詰められてなくても、でも怖っ。っていう結構怖い武器。ムチの使い方ってあれですね。そういう苦痛から快楽までいろんな使い方、いやいや、ごめんなさい、ごめんなさい。いろんな使い方あるんですね。なんか結構そういうのもあるみたいですよ。いやー、だとほら、国によってはそれでね、処罰とかね、いろいろ、まあいろいろ無知の使い方。いや、無知怖いな、そう思うと。なんか誰かそれかけてくるかなと思って。穴掘りと同じですね。掘れば掘るほど深みにはまりますって。いや、ほんと座布団、今日何枚持って帰るつもりですか？もうないよ、座布団。座布団ばっかり取りに来てる？すごいな。いや僕、ちょっとそんな、ちょっとあれだな、勉強しよう。あれ、もしかして今 CM？ 今 CM 入りました。一人しゃべりってこんな感じですよ、僕。ゲストさんいらっしゃってなくて。いいのかな、こんな感じで。まあでも、そう。高坊さんもシュプリームさんも楽しんでもらえてるみたいな。あ、本当ですか？あ、まあ、楽しんでくださいよ、皆さん。うん、うん。いや、なんかね、そうそう、やっぱ前も言ったけど、ここの感じで、この壁にこうやってね、背当ててね、はぁなんていう感じが、本当に物質みたいな。まともに僕部活入ったことそんなないけど、物質のりみたいな。声の響きとか。そうそうそう、この距離感。なんかこの学校授業終わって、なんか隣のクラスの、カズマサと話してるみたいな感じの。うん、誰が好きなんだよ。みたいな、ね。そんな感じ。今日は誰と、あれって言ったのあれ。あ、可愛かったね、みたいな。はいはいはい、あれ、俺のクラスみたいな。はい、隣のとか、そんな感じ。そんな感じです、距離感は。うん。いつになったら来るんだみたいな。で、そうそうそう。いや、実はいつも付き合ってるよ、みたいな、はい。マジかっていう感じ。何の話してんのよ。お互い会った話してるみたいなね。高坊さんの学校の放送室。そうそう。学校の放送室感覚、本当に。うん。なんですよ。で、まあ、ゲストさんのとにね、ゲストさんが、まあ、いらっしゃってもいいんですけどね。ちょっとこれ味わってみようかな、っていうのがあって。うん、学校の放送室。僕、小学生が放送委員だったんですけど。うん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 。社会人になって、はい、あの同じ放送員だった子が結婚式するって時に、はい、小学校の中を撮影するっていう余興を作ったんですよ、うん、その中でやっぱ放送員だったんで、はい、やっぱ彼の思い出もあるしって言って中入ったら、はい、全部当時の掲示物が残ってる。嘘、すごくない？匂いも一緒で。嘘、すごい。ずっと残ってる。それすごいですね。めっちゃ感動しました。それすごい。うわぁ、マジか。はい。はい、ということですね。僕と写真とカメラマンと MC イッコーと今日はキャンさんと私、キャン&イッコーでお送りしております。よろしくお願いいたします。お願いします。トン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 ってことでね。まあ今、我々学校のね、放送室気分で話してますね。はい。ということで2月はですね、決めました。2月は僕と写真とカメラマンと放送室バージョンということです、はい。放課後放送室行きましょうか。よろしくお願いします。ね。だからお互いの学生の頃の話とかね、言える範囲で行きたいと思う。で、その高坊さんがね、書いてくれててね、学校の放送室のやつね、喋ってるのがマイクオンになっていて、学校に、全校に聞かれてるパターンのやつって、それも面白そうですね。うん。会った人もいるでしょうね、そういう人もね。なんか、経験あるんです。あるんだ。あの、話じゃないです。うん、うん。歌ったことがあるんです。それ聞かれてた。はい。あ、めっちゃ恥ずかしいやつ。あの、恥ずかしいっていうよりも、うん、やらかした、先生にめっちゃ怒られるっていう。どうだったんですか、その後。あの、一応、ことの顛末で言うと、うん、朝の放送時間だったんです。はい。早朝。はい。で、普段から音楽かけたりとかするんですけど、うん、あの、電源スイッチ入れて、いつも準備して、うん、もう時間になったらかける、みたいな時に準備全部終わってるんで、うん、あの、あ、まあ、電源スイッチ入れる前だったんで、あの、この、
まあ、パッて電源スイッチを入れて準備してて、マイクのフェーダー上げてないから大丈夫だろうと思って、あのビーズを歌ったんですよ。おその時にハマってる。で、隣にいる同じ担当の子も、お前やめとけよ、ふざけるな、みたいな感じで一緒にじゃれ合ってたら、同じ放送員の女の子がダーってダッシュできて、ガガガガン、傘全部流れてる。いた。目の前に経験者いた。ってなって。そこがじゃあデビューの日だったわけですね。はい。で、全国デビュー。すぐ、パッて見たら、あの、電源と思ったスイッチの横の、あの、緊急マイクってスイッチを上げてた。やっちゃったね、これ。あー、やった。先生に怒られるわ、思って。それ聞いてて、僕もあります、実は。僕もあります。僕は大人になってから、カメラマンになってから、はい、あの、代理店さんと打ち合わせしてて、で、あ、はい、わかりました。じゃあ、こういう形で納品の、わかりました。じゃあ、キーサイズで、OK、わかりました。はい、じゃあ失礼しますで車発進させて、疲れたなと思って、あーなーってなんか歌ってたと思ってパッて見たら、ずーっと電源入りっぱなしなんですよね。ずーっと入ってんすよ。やーばーと思ってパンって切って、車止めて、わ切って、あーどうしよう、もう一回かけようと思う、もう一回かけて、あすいません、さっき音なんですか、あーもう余計終わってますよね、僕その後繋がってました、いやいや別にな、私もすぐ切りましたみたいな言ってくれてたけど、はい、一番の半分まで歌ってたなと思って、めちゃくちゃ恥ずかしいなって思ったのが37の日。37歳ですよね。恥ずかしいね。あ、今年の僕です。あ、本当、はい、あ、じゃあ来てあるはず。はい、あ、もう一回あるかも。もう一回あるかもわかんない。っていうことありましたよね。はい。まあ、いろいろあるよね、こういうのね。うん、本当に放送室と、ね、視聴覚室と図書室間だけにね、空調ありましたよね。あったかもしんない。今は全校舎内にあんのかな、空調機は。どうなんですか、沖縄は。沖縄は、うん、昔はほら決まったところ図書館とか、はい、ちょっとそのこもってほらいるとこ、視聴覚室とかほら、はい、なかったじゃないですか。今はもう空調どこでももうどこでも完備じゃないですか。中部に関して、中な、あ、まあ、中部は、あ、そうなんですか。やっぱり棒にしないと、うん、飛行機が取ったりとかして、はいはい、授業とかテストの妨げになるので、うん、一応多分、防衛予算とかで、そういうのができるんですよ、うん。はい。で、僕たちがいる時からも、新校舎はそういう風な作りになったりとか、っていうのが結構多かったんで、旧校舎はもう扇風機だけとかっていう時もあったんですけど。僕の時はね、小学校の時は、昭和53年生まれだから、小学校の時、昭和なんですよね。はい。あの時で、しかも青森なんで、はい、石炭ストーブがあるんですよね。そうそう。で、石炭室っていうのがあって、で、まあ冬になって寒くなってくると、石炭係と決まってて、それをシャベルがついてるんですけど、スコップか、二人で係取りに行って、石炭室が、ちょっと古い校舎だったんですけど、バーってなんですけど、石炭って重いから、はい、もう石炭の重さでもう扉外れちゃってて、外のビュー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 吹雪が入ってくるんですよ、はい。で、そういう雪が半分かかってるような石炭室っていうのがあって、そこ行って寒ーとか見ながら石炭からから入れて持ってきて、で、何？石炭にこうくべる、ストーブにくべるっていうのがありましたね。うん、石炭係。いや、こういうの懐かしいですよね。懐かしい。多分石炭なんか使ってるって年代的に多分、そう、北の方の人とも限られてくるんじゃないかな。もう灯油とかが今多いんですかね。どうなんすかね、今はね。まあ今は石炭であれはないでしょうけど、昭和は扇風機だけだったって。扇風機あったかな、青森そんなに当時夏場は暑い感覚なかったかな、窓開けてたら、飛行機が飛ぶ云々とかってそんななかったから、はい、開けてたかもしんないな、思い出すな。そうしたらあれです、給食なんかミルメイクでしょ。ミルメイクって何でしたっけ。あ、ミルメイク知らない、はい、粉なってて、はい、多分粉状のコーヒーと多分ミルクの粉なのかな、それスーッと開けてこう入れると甘い、砂糖も入ってるわ、はいはいはい、甘いミルクコーヒー牛乳みたいなやつができるんですよ。このちっちゃいなんか袋入ってて、醤油の袋ぐらいちっちゃいやつに、はい、まあ、パンパンにそこに粉が入ってるんですけど、それ開けて手当て入れて、まあ水もらってんのかな、なんかそれなんか入れて、うん、あ、違うや、それを牛乳に入れるんだ、牛乳瓶にその粉入れてたから、じゃあコーヒーと砂糖だったのかな、ごめん覚えてないや。僕は幼稚園生までは三角パックの、うん、牛乳だったんです。プラスチックの。あ、そうなんだ。三角錐型のやつだったんです。おにぎりみたいな。はいはい。で、それが、幼稚園生までで、うん、小学校1年生からは、もう普通に紙パックの牛乳になってました。はあ、今スーパーに置いてあるよね。はい。ですよね。え、三角パック
わ、僕見たことない。甘くて苦手だったんですよ。あ、味が違うんですか？はい。あの、それこそだから甘めに作られてるやつだったと思うんですけど、もう本当に牛乳に変わったんで、うんうん、牛乳に変わったら、ちょっと甘さ控えめになったんで、うん、あ、そうなんだ。それで牛乳が飲めるようになりました。そうなんだ、はい。それでじゃあ嫌いになった人もいたかもしれないですね。もういたとは思いますね。へえ、僕らはね、もうずっと瓶。瓶の牛乳でしたね。あ、途中でどっか紙パックなったことあったかな。たまにやっぱりリンゴが出るんですよ。リンゴのね、紙パックジュースが出てましたよ。はい、やっぱりね、青森だけあって。うん。もうでもその記憶だけかなーで、先割れスプーンっていうね、やつでね。まあ、昭和そうっすよね。先割れスプーンで食べてて、ソフト麺。ね、はい。ソフト麺大好きだね。ソフト麺、ミルメイク。あと何だったっけな、美味しくなかったな。アーモンドのもやし合いだったかな。もやしのアーモンド合いか、美味しくなかったな。とかね、はい、食べてたな。うんうんうん。でもそういうのも一時流行ったお店出ましたよね。学校給食が食べれる。なんかそういう食堂みたいなのが東京でありましたよ。はい、ありましたね、うんうん。今はあんま聞かないけど。どうなったんだろう。沖縄にもありました。沖縄ではちょっと僕の方ではわかんないんですけど、なんかテレビのニュースでそういうのがありますよっていうのが流行ってるっていうのは見たことあります。やっぱりみんな昭和だな、やっぱり。森永用語も、用語で三角パックだったんだって。はいはいはい、小学校低学年は瓶牛乳で、中学校から三角パック。シュプリームさん、テトラパック、三角ではテトラパックか。テトラパックの牛乳は、昼休みに手榴弾のように投げて遊んでいた記憶があって、爆発したら大変なことになるよ、あれ。投げて、ピッチャーみたいな。牛乳臭いっすからね、はい、あの、雑巾で拭いて、ちゃんとみんな洗わないで、適当にこすからめちゃくちゃ臭くなるんですよね。牛乳雑巾ね。はい、ワイルドな幼少期。いや、やっぱ給食ネタはいっぱいありますよね。でも今最近仕事でやっぱりこの学校とか取りに行くと黙食ね。今ね。基本は黙食でしょ、どこも。あんまり喋っておしゃべり。小学校なんかもね、黙食でやってますよね。で前なんかほら、牛乳飲んでると笑わせてブーなんてあったけど、はい、今も黙々とみんな食べてるから、笑わせたくなりますもんね、こっちが。あなりますね。うん。はい。なんかちょっとカサカサとは言ってるけど、いや、もっと、ね、本来だったらね、コロナとかなかったら、もっとおしゃべりしてね、みんな食べたかったはずですけどね、黙食ね。コミュニケーションの場でもありますからね。そうね、美味しいもん食べて、ね、楽しい話するっていうの、ありですよね。でも、あ、でもね、僕のうち結構厳しかったから、食事中はね、正座だったんですよ。正座で、まあ、おしゃべり、家族の旦那なんか言うけど、喋るか食べるかどっちかにしなさい、みたいな。結構厳しい、あれでしたね。お茶碗、米粒残さず、正座で。で、ジュース類はダメ。水も基本的に飲んだかな。基本でも、もう食卓、うん。結構厳しめの。ジュース類は絶対飲ませちゃダメ、みたいな。でしたね。僕、おばあちゃんにコーラ飲まされてました。僕は人のうちのあれですからね。はい、食生活ですからね。で今は別にあんま気にならないけど。だし粉にはもっと前でしょ、だって。我々の親ですよ、きっと。でもね、あ、この間そうそう、この間名護の人の言ってたんですよ。50代前半ぐらいの方なんですけど、その人、小学校の時、なんだっけな。あ、なんつったごめん、間違ってたらごめん、クジラ食べたって言ったんだっけな。なんつったかな。なんかね、っていう話してたんですよ。あ、違う、ごめん、だし粉乳飲んでたって言ってたんだ。そう、小学校の時。そう、嘘ってなって。飲んでないですよね。僕は飲んでない。飲んでないですよね、はい。よくほら、昭和のヒストリー的なチャンネルで見るとね、はい、ちょっと白黒のあれで見たぐらいで、でもその人出し風に飲んでたよって言ってた気がするな。沖縄もしかしたら、あれかもしれないですよ。本土復帰するまでは出てた可能性あります。でも僕よりちょっと上の方ですから、その方の幼少期ですから。だって復帰っ子って今、もうちょっと上でしょぐらい。あ、でもどんな、あ、いや、ごめんなさい。復帰っ子って今、50、中ぐらいになるのかな、かかると思います。あ、じゃあ、どうなんだろう。わかんない。もしかしその時期なのかもしれない。そうです。僕の母が57なんですけど、復帰が確か小学校1年生とかだった、ね、だと思うんで。やっぱり飲んでたのかな、確かに。かもしれないですね。はー。何罰当たりな幼少期でしたって。いや、この子供の頃のノリって大人とも変わんないですからね。そうですね。そんなこと言ってね。はい。シプリームさんの性格を否定する的なね。あの頃だけじゃなくて今もどうなんですかみたいな。あの当時はありますよ。まあ、いろんなことしてましたよね。笑わしたりね。いっぱいやってましたよね。クジラもね、給食でなかった。
クジラってどうなんだろう、今食べるとしたら、やっぱ飲みのあれなのかな、飲みの場でのつまみなんですかね。どうなんですか、まあでも給食で出る地域あると思いますよ。まだありますかね。やっぱり伝統として残ってるところは、給食でも出るって聞いた覚えがあって。じゃあ出てんのかな。で僕でも食べた記憶、一回食べたかな、サラシクジラってあれクジラなのかな、なんかあれしか食ったことないな。今、クジラって普通に取れるじゃないですか。あ、そうなんですか。日本が、捕鯨から、脱退したので。うんうんうん。ああ、まあそうですよね。はい、うん。だから多分出てるんじゃないですか、ね。場所によっては。はい。まあ、何しかあっち、なんとか地方ってやりますよね、はい、場所のことね。揚げ物として出るでしょうかね、私も給食では食べません。まあそっか。僕ね、ちょっと昨日宮古行ってたんですよ。で、一昨日行って、昨日帰ってきたんですけど、全然話変わりますけど、はい、いいっすね、宮古島。うん、全然観光じゃなくて仕事で行って、パッと行って、パッと帰ってきたんですけど、なんかこう、風土的にもすごくいいなぁ、ゆっくりしたいなぁ、と思いつつすぐ帰ってきて。うん。海行ったりとか、なんかドローン飛ばしたりとか、まあビデオ撮影したりとかいろいろやってきたんですけど、宮古どうす？馴染みは？二度ぐらい行ったことあるんですけど、うん、お仕事で、うん。一度目は自由時間が夜だったんで、はい、大橋渡ったんですけど、大橋、伊良部大橋。伊良部大橋、はい、どこだろう？三つ橋ありますよね。池間大橋、はい、クリマ大橋、伊良部大橋。はい、うん。真っ暗で何も見えなかった。そう、見えないんだ。で、2回目行った時は、日帰りだったんで、うん、空港に着くじゃないですか、うん。目の前のスタジアムに行って、お仕事して、また空港戻って帰るだったんで、宮古島の思い出って言ったらそれぐらいですね。見てないですよ、何もね。何も見てない。何も見てない。あー、平らだなーって思ったぐらいです。あ広いですよね、はい、宮古島、こうぐーっと歩いて。なんか石垣島には仕事で毎年行くんです、はい、宮古島しばらくぶりに行ったんですけど、やっぱこう島の風なんか雰囲気違いますね、やっぱりね。そうですね、石垣と宮古っていうと石垣とかは高い山がありますからね。あ、おもとだけ、はい、うんうんうん、沖縄で一番高いので、うんうんうん、そうですよね。そっか、宮古島がそういう高い山がないイメージだから、こう広くまた違う風景で見えてたのかな、はい、うん、なんかいいところでまたちょっと改めて行きたいなと思います。もうあっという間40分。なんか今日大事な話してますよね。そうですね。結構ためになるんじゃないですか。ちょっとじゃあ一曲ここでね、 CM と曲行かせてください、はい、お願いします。続いての僕のちょっと好きな歌かけさせてください。やっぱりね、僕クレイジーケンバンド大好きなんですよ。この曲ありましたかね。この曲大好き。いいですか、クレイジーケンバンドで山の音、ね、山の音山の音かな、どっちかわかんない。山の音か山の音。よしよしっていうか、もう、早いな、もうこんな時間。次の曲はエンディングで使えます？まあ無理しなくても、ちょっと僕今日一番言わなきゃいけないことをちょっと今最後に持ってきて、はい、はい、あれですけど、時間的にね2曲でもいいのかな。あ、おもとだけの半島の先端にガーリックシュリンプの美味しい店がありますよ。石垣港の近くにもある。あ、そうなんだ。石垣港って、うん。あ、そうなんだ。だいたい僕仕事で行くとあっちの石垣港の方に行くんですけど、行ってみよう。ガーリックシュリンプ。美味しそう。うん。あ、なんかお腹空いてきたな。今日なんか食べたかな。大丈夫、キャンさん。はい、大丈夫です。いろいろ連絡が飛び交ってて今。なんか先週の顔なってる、急に。さっきまで一週間後の顔見たけど、一週間前の顔なってる今。しようかな。急に。なんでそんなにキャンさん分かりやすいの。急に老け込んだ顔してるし。分かりやすい。ちょっと返信を保留しましょう。あるんですね。あ、カレンね、高保さん、カレンが下にありますよね、一回。行ったことあります、うん、あ、高保さん沖縄でしたっけ？沖縄出身で東京に。あ、今東京いるんだ。はい、カレンね、今、そう、普天間にあったやつがね、今ここの真下来てますよね。相変わらず混んでますよね、お昼時ね。駐車場いっぱいで。小籠包とスーラータンがおすすめ。もう混む時に来たら大変ですよね。3回行ったって。行ってんだ。すっげえ。
僕、豚アレルギーなので。ああ、そっか。まだ行ってみてないんですよ。なんか食べれるなるのかもうわからない。どれに入ってるかわかんないですもんね、はい。そっか。豚は結構、じゃあちょっと気をつけないと。そうなんですよ。沖縄そばも豚骨ベースいけないですもんね。はい。だから、もう本当にカツオだしオンリーとか。ね、肉なしで。肉なしで。うん。混ざってないところっていうところしかいけないんで。ほぼほぼ限られてきますよね。アサリそば出してるところは、そこ行きたいなって思ってるんですけど、まだ行きたい。アサリ出してるとこ？はい。この間誰かにも誘われたな。あはちゃ。うるま市。あ、うるま市でしたっけ？はい。うるま市のどこです？うるま市の、あそこなん？この間川沿いなんですけど。なんかこの間聞いたな。アサリ出しの店。ここにゲストで一回来られてて、うん、あ、行きたいって思ったんですけど、なかなかうるま市方面に行くことがないので、うんうんうん、まだ行けてないんです。いや、だって隣じゃないですか。宮里だったらすぐ行けんじゃないですか。まあ、近いっちゃ近いんですけど、全然ここより近いでしょ。うん、あ、同じぐらいは走ると思うんです。あ、そんなでしたっけ？はい。20分はかかるんで。あ、そうなんだ。うんうんうん。じゃあ、あっち方面に行くか、こっち方面に行くかになっちゃいますもんね。そうなんですよね。そっかそっか。まあ、仕事こっちだからね。はい。高坊さん、なんかすげえな。隣のカレー屋さんにも行ってますって。もしかして、すごい出没してんじゃないですか。東京にいないんじゃないですか。実は。カレー屋さん、コーヒーものみたいに、ね。あ、隣カレー屋さんですよね。はい。行きました？まだ行ってない。美味しそうですよね。はい。おしゃれな感じで。なんか、お食事だけしに来るっていうことがなかなかできないんで。コーヒー飲みに、はい、行ったらいいじゃないですか。行きたいんですけど。うん。なんか、土日は土日でなんか他の予定入ってたりとか。ああ、そっかそっか。こっちはこっちで来るときに結局、うん、まあ、起きる時間に、お食事時間なので。そうですよね。ちょっと腹ごしらえしてから来る時間ですもんね。そうなんですよね。ちょっと早めに来て食べるってなっても、そっか。ちょっと大変なので、うん、なかなかまだ機会も来てないですよ、ね。いや、なんか、この時間面白いですね。この放送室バージョン面白いですね。ちょっとこれ、いいな。このお部屋は残るんでしょ？こっちはもうそのまま。これからも。はい、ちょっとこれ、残したいな、放送室。今日放送室でみたいなやりたいな。面白い。すっげえのんびりするし。うん。なんかね、手に届くところになんかいろんなものがあるのがちょっと安心感。なんか。だからここはもう収録スタジオなんで、うん、多分このツイキャスとかはまたなくなるんですよ。あ、そっか。エースタが。そっか。開くと。残しましょうよ。こっちも残しましょうよ。ちょっと用途が違うので、このパソコンが。そうな、いやいやいや、また新しいの買ったらいいじゃないですか。他人事だから。そこは僕には言えないんで。他人事だから言いますけど。で、こっちもそれ使って、あっちもやりましょうよ。にしますかね。勝手なことばっかりやん。いや、僕側は何の権限もないんで。いや、僕もこの場で言っておく分には怒られないから、この場だけではもう言うだけ言っとこうと思って。あ、またかけてきた。あの人またかけてきたよ。カレー屋さんとかけまして、賃貸住宅の悩みと解く。その心は、どちらも更新料が苦手。うまいな、苦手です。だって。更新料が苦手です。うまいな、やっぱり。うまい。うん。うまい。カレーと高坊さんとかけまして、どちらもうまいって言いたい。もうほんと即興で作ってるからすげえ浅はかな言い方してるけど。上手。よくも噛んでくるよな。こういうのも頭のあれですよね。この信号ですよね。はい。わかんない。この専門的なことわかんないけど。あ、カレーもうまいっつって。これね、僕のこと褒めたの。いや、すげえな。言葉遊び面白いっすよね。言葉遊びはほんと面白いですよ、ね。僕も好きっすよ、言葉遊び。人と、掛け合いというか話し合いは。まあ、芸人の子たちには僕は甘いって怒られるんですけど。なんで甘いと。まだまだ甘い。いや、プロだからってでしょ芸人さんたちは。そこちょっと怒んないでくださいよ。普通にダジャレ言っちゃう。ああ、普通のね。で、へーっつって。で、可愛さで押そうとしてる。やり直そうとしてる、もう。もうそろそろ開けちゃいます、CM。そうですね、あと18秒。お、早い。なんだかね、意外と一人喋り、キャンさんとの喋り、あっという間の時間過ぎちゃうな。はい、では BGM からいきまーす。5秒前で、はい、いきます。はい。ここからもう後半戦。僕と写真とカメラマンと MC 一行&キャンでいっておりますよ。
今日はね、放送室バージョンですからね、聞いててください。のんびり話、いろんな雑談しててね、今日何の話したかなと思って、まあ、大した話してないんですけど、ここでちょっと大事なお話でございます。これ本当大事な話。2月の24日土曜日、浦添市ハーモニーセンター10時から上映会があります。太陽の通る道、ティダヌ・トゥユン道という題名で、浦添市ヤフソを題材とした、街の紹介 VTR というかのヤフソ大通りを中心として、これもやはり古い歴史、道の歴史をね、皆さんに証言していただきながら、ヤフソ公民館区長、宮城実区長、そして、ヤフソ大通り会長のね、メカル俊一さん会長、副会長、婦人部会会長でね、兼、ヤフソ公民館副会長でいらっしゃいます、末吉由美子さん。このお三方、そしてですね、新進気鋭若手歌三振波平空さん、こういった方たちに取材しながら、作った動画をですね、上映いたします。もう一度申し上げます。今週土曜日、24日、土曜日朝10時から、30分間ほどハーモニーセンター浦添ハーモニーセンター2階ホールで行いますので、ぜひ皆様お越しくださいませ。実は2月の10日にですね、ヤフソ祭りというのがですね、ヤフソ公民館でありまして、その際午後、ちょっと30分ほどいただきまして、区民の方にはですね、上映してきていただいて、約40から50名ほど、駆けつけていただきまして、見ていただいて、喜んでいただきました。まあね、ヤフソの区民の方以外、浦添市、他全島いろんなところからまた見来ていただきたいと思っておりますので、ぜひ土曜日朝10時から10時半ぐらいまで30分ちょっとお時間いただいてですね、来ていただきたいと思っております。よろしくお願いします。内容はヤフソの古い写真、そして今、そして証言、これからどうなってほしい、各年代、上は80代から、下は30代までいろんな方が出て、いろんな思い出のお話、いろんな今の話、これからこうなってほしいななんて話してる、そういった上映の、動画作りましたので、ぜひお越しくださいませ。よろしくお願いしますということでした。一番大事な話です。はい。高坊さん、何FM ビギノワンの山内さんとかけまして、うわ、読みづら、怖いなこれ。 FM ビギノワンの山内さんとかけて感動したリクエストと解く、その心はどちらも曲調が良いでしょうって、とことんうまいですね。とことんうまいわ。かけ方がうまい、かけ上手よ、かけ上手。高坊さんどんどんかけてくるけど外さんな、本当にやば。褒めたんで、ガンガン来そうですね。ねえ、いやいや、もうかけてかけて、もう僕にかけまくって。何言ってんの、この人ってなるけど。すごいなぁ。いや、シュプリームさん写真すごいでしょ。高坊さんもこれすごいでしょ。皆さんほんとすごいっすよね。多彩ですよ。多彩ですよね。いや、広島、カープさんね、いろいろ皆さん、今日ね、今日書き込みしない方もいらっしゃいます。いや、みんな本当に一芸持ってるというか、ちょっと性格が出てるというかね、面白い方たちいっぱい聞いていらっしゃいますよね。その中でね、今日冒頭無知で始まってますけど、はい、我々は結局何なんでしょう？やっぱり無知なのでどんどん入れていきたいですよね。あ、情報をね。情報を。何？情報入れてって、はい、それを社会に生かす。自分に生かして。自分とか社会とか家庭とか。家庭とかね、はい、生かしていきたい。なんかね、そう、価値ある生き方したいですよね。そうですよね。なんかね、せっかく今ね、この時代なんかいろいろやってますかね、いろいろ覚えてね。なんか死ぬまでに何か残したいですよね。いや、まあまあ、まだ先ですけど、はい、いろんなことやってればなんか残るでしょう。高尾さん、もうやめましょうね。無知入れるのかとってなんか言ってる高尾さん。いやいやいや、言ってきて言ってきて全然。時間もまだあるし、あともう5分ぐらいもあるしね。じゃあもう僕ちょっとね、だからこのハーモニーセンターということやってる。急なでいろいろやったじゃないですか。急なで、はい、歴史をやって。で、やっぱりやりながら、浦添市のヤフソクの方と、ちょっと、人伝いに、もともと
FM 議論の山内さんからご紹介いただいた方がずっとつながってって薬草の方とたどり着いて町のおこしこういった急なやってる方がいるからって紹介していただいたんですよ、はい、で制作して上映していただいあ見ていただいてやっぱり喜んでいただけていたんでやっぱ今後もですよやっぱりいろんな地域でこういったなんかやっぱり紹介やっぱやっていきたいな喜んでいただけるんだったら続けていきたいなと本当改めて思ったんで本当ぜひ皆さんどうでしょう僕にさせてください。と言っても、僕とコンビ組んでるビデオカメラマン、スチールカメラマン、僕らチームなんですけど、ぜひお声かけいただければと思っております。やりますよ、僕らは。うん。天力の矢なんですよ、やっぱり。うん。まあ、そんな人いないと思いますけど、やっぱやるからにはとことんやらせていただきたいと思ってます。ぜひよろしくお願いします。最後そういうね、表明をしてますけどね。やっぱ仕事としてもそうですけど、やりたいと思うことやりたいですよね。うん、当然仕事だからお金っていうのもあって、はい、あれしますけどやっぱりこのやりがいですよやりがい、うん、やりがいこそこう生きがいというかねなんかちょっとごめんなさい締めに向かってかっこいいこと言いたいと思ったけど締まんねえやなんかやっぱりあれですよね生活にこう、まあ、仕事としてやってることなので人に喜んでいただけるお金ってすごくためになります、ね、おっしゃる通りですおっしゃる通りあこちらもありがとうございます。もちろんその通りでございます。でもその喜んで渡していただける、その顔を見るだけですごい心おっしゃる通り、喜んでいただける顔を見せていただけるだけで私たちは本当喜びでございますのでね。はい、おっしゃる通り、よかった。キャンさんまとめてくれる。いや僕も、まあそういう、他でいろいろ仕事もしたりとかしてるので。でも全く僕同感ですよ、おっしゃる通り。言葉をね、本当反復してしまってあれですけど、本当にね、やってて、喜んだものが一番面白いですからね。はい、やりたくない仕事。でまあ、やりたい仕事が一番でしょ、みんな。ね。と思っておりますよ。今日も本当ありがとうございますね、皆さん書き込んでくれて。なんかね、本当にゲスト以外で雑談トークで始まってる放送室ですけど、はい、まあ、いいんじゃんいいじゃん楽しいですよね。うん、こんな感じで。うん。大したその、知識がない人間が言う話ってこんなもんですよ。いやー、でも、IKKOさんは経験がすごく積み重なってるじゃないですか。経験、生きる経験。はい。はい綱渡りの経験。あとはもう写真もそうですけど、はい、いろんな方とお会いしての経験とか。お会いしましたね。本当にたくさんの方とお会いしました。はい、そういったものも、知識に勝るものの一つだと思うので。うま。この人うま。いや、知識だけでは人って生きていけないじゃないですか。はい。だから経験をもとにやっぱりいろんな方にお伝えできることもいっぱいあると思いますので。はい。だからそういうことをラジオで聞けるのも楽しいんじゃないかなと僕は思ってます。うまっさすが、師匠聞いてます高保師匠弟子すごいわ弟子の話のまとめ方、かけるとかじゃないかけるとかいいのよキャンさんのこのほんとストレートなね、こういう表現嬉しいなぁ。ありがとうございます。ありがとうございますって。最後ちょっとどうかなと思って。そうちょっと今鼻詰まって。鼻詰まっても最後一番いいとこはね、なっちゃったけど。一番いいとこだったけど、でも嬉しいです。ありがとうございます。おっしゃっていただけて。あったかもさん拍手、サンキューです。ということでですね、僕と写真とカメラマンと2月は放送室月間で進めてまいります。今日はね、キャン&イッコー、そして来週もキャン&イッコーでやっていきたいと思います。皆さんね、放送室なんでいつでも我らのこの放送室に遊びに来てください。でね、どうでもいい話して盛り上がりましょうよ。ね。よろしくお願いします。部長はキャン、そして副部長イッコーでお送りしました。ありがとうございました。さよなら。保健室からお願いします。保健室は女性がいいやな。保健室はね。女性の先生がね、白衣でね、登場ってね。あ、ありがとうございました。シプリムさん、ありがとうございます。シプリムさん、写真、そっか、これ送ってこれないバージョンか。ちょっと表示が難しいです、ね。ああ、そうなんだ。シプリムさん、じゃあ3月入ってから送ってください。はい、その他皆さん、今日聞いていただいた皆さん、ありがとうございます。また来週お会いしましょう。ね。イエス。いや、物質いいわ。物質。タバコ臭くない物質がいいな。学生あるある。ね、学生あるある。吸っちゃいけないのに。なぜかタバコ臭いっていう、ね、で、なぜか価値になっちゃうっていうね。はい、まだ続いてる、大丈夫ですか？はい、もう止めましょうか。ね、なんかこれ以上言うと、はい、なんか危ない話になっちゃいそうだ。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週。